販売されているセリトモセリトモは東京都を拠点とする中央競馬大賞の競馬新聞。発行元はセリトモ調教通信株式会社。経由とカタカナ表記されることもあり、2019年4月6日分からは大号が経由、セリトモに変更された。1950年創刊。1986年に一度セリトモセブンに氏名を変更するが、 その後元の使命に戻っている。発行元は後に、ユーバの発行元である中光印刷の参加に入ったため、ユーバとは兄弟子となっている。ただし、ユーバが全国販売されているのに対し、本誌は関東圏のみの販売である。2014年現在の看板記者は渡辺義則。2013年4月より電子版の配信を開始した。 親会社の中光印刷が発行する、優馬と同じく、ラジオ日本と深い関係にあるが、セリトモとして解説者を派遣し始めたのは21世紀になってからで、まだまだ歴史は浅い。2001年、同業の慶州ニュースが、中央競馬版を廃刊、地方版のみに特化するため、ラジオ日本競馬実況中継から降板することになった。ラジオ日本では後継を中印刷に、 打診したところ、それまでどこの放送局にも解説者を派遣していなかったセリ友から新たに人を出すとの回答が得られ、渡辺をメイン解説者として受け入れた。その後パドック解説の前田ともきも加入し、一時は4人のトラックマンが派遣された。2020年7月19日放送をもって、ラジオ日本でのすべての提供を言うばともども一旦したが、 解説者の派遣は継続する。現在過去、ありがとうございます。